通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界 G ニュースの時間です。さあ本日はですね、海外における日本アニメのローカライズ問題についてになります。以前もですね、これについての動画を2本出しているんですが、海外でも取り上げていただいているようで、今もプクタの元にね、もっともっとこの海外の事情をね、日本のみんなに伝えてほしいという声が多数届いております。でコメントの方にもですね、できれば具体例をもっと知りたいですというのもありましたので、本日はこちらね、おなじみとなっております日英ゲーマーさんの方でですね、かなりひどいとされている翻訳の例をまとめてくれている記事というのが出ておりますので、こちらをご紹介したいと思っております。そしてプクタもですね、あれからこれについてね、取り上げている海外の動画というのをたくさん見たんですけども、そこでね、ほぼ必ずと言っていいくらい出る議題というのがあるんですね。それがこれについて日本はどう思っているんだっていうことなんですよ。ただそれについての答えが想像でしか話ができないんですよね。なぜなら日本で議論はされていないんで。この問題についてはこれまでもね、日本で取り上げられているようなんですが、単発で終わってしまって議論に発展してこなかったようなんですね。ですので日本の皆さんがこれについてどう思っているのかというのを特集した動画というのを作ろうと思っています。つまり海外でそういった議論が起こった時に、これ見ればわかるよって言えるじゃないですか。そういったサンプルを作っておいてあげようかなと思うんですね。もちろんこのチャンネルの視聴者の皆さんのコメントが日本国民全体を代表するなんて思っておりませんが、少なくとも参考にはなるでしょ。ですのでですね、よかったらこの動画でも構いませんので、皆さんがこれについてどう思うのか教えてください。そしてローカライズの仕事をしてますよって方とか、あとこのね、内部事情知ってますっていう方、中でどういう力学が働いてこういうことになっているのか、もし分かっている方いましたらですね、教えていただけたら嬉しいです。その中から可能な限りね、抜粋してご紹介しようと思っています。そして気をつけてほしいのがね、特定のローカライザー個人を攻撃するような内容ではないようにしてください。これ読めなくなっちゃうんでね。この番組でもね、何人かお名前上がりますが、それはね、その人個人を攻撃したいわけではなくって、それが許容されている業界全体の問題、これを浮き彫りにしたいという意味ですので、そこはね、念頭に置いといていただけると、これについてはですね、本日の動画を見ていただけると意味がね、わかるんじゃないかなと思います。もはや個人の問題ではないんですよね。でまずはですね、その前に、まあ時事ニュースとなっておりますので、時事的な話題をね、一つご紹介したいと思います。なんとですね、以前もお伝えしました、あのジェイミー・マーチさんからですね、ストリーマーのアズマンゴールドさんに返答があったと言って話題になってるんですね。ウォークなローカライザーのスキャンダルが激化、ゲイミーマーチは批判を理由にアズマンゴールドのキャンセルを希望。小林さんちのメイドラゴン英語吹き替え版の脚本編集者がネットクリエイターのアズマンゴールド氏に反撃した。 TikTok に投稿されたビデオでジェイミーマーチ氏は皮肉たっぷりに攻撃、メガネをかけノートを手にしたマーチは以前の疑惑に対するアズマンゴールドの返答を真似し始めた。わかりますね、誰が気にするんだよ。Well, who gives a shit? Somebody makes an allegation against me and now somehow I have to respond to it? No, I don't have to say anything. Who gives a fuck? Thank you for your time.アズマンゴールドはフォローアップビデオの中でローカライザーを自分たちの立場を悪用している、そんなことをするために報酬を受け取っているわけではないのにと批判している。2018年のパネルディスカッションのビデオを見ながら彼はこう言った。なんでこんな馬鹿げたことができるんだ。ジェイミー・マーチはそれを個人的に受け止め、彼女はすぐにアズマンゴールドをキャンセルするキャンペーンを開始。ストリーマーが彼女を嫌がらせの標的にしていると非難した。アズマンゴールドはジェイミー・マーチのビデオに対する返答をアップロードした。彼女がこんなことをするのは私を話題に上げることができるからなんだ。私はただこれにより無差別に攻撃されるんです。つまり目的はファンネル攻撃なんだと言ってるわけですね。実際ですね、これは一理ありまして、このジェイミー・マーチさんの TikTok の動画にはこれを来賛するようなコメントというのが並んでいたりするんですね。でね、こちらにあるんですが、マーチ氏は X で絶えず議論しているため返答は近いうちに得られる可能性があります。ということでこのマーチさんはね、今 X 上でずっとね、レッスン場を繰り広げているということらしいですね。でこの記事からわかるのはですね、つまり日本にあるアニメ制作のコミュニティと海外のそれというのは全く違うということですよ。このマーチさんをですね、日本の声優さんに置き換えたら、もう多分ね、日本の皆さんには意味がわからないと言いますか、信じられないと思います。ですので同じアニメ業界とはいえ、根本的に全く別の性質を持った業界であるというのがわかるんじゃないかなと思います。まずこのローカライズ問題というのは、この問題が根底にあるということですね。8年以上にわたるゲームやアニメのひどい政治的な英語のローカライズ、ネット上では過去8年以上にわたってアニメやゲームの英語ローカライズがいかにひどいものであったかを知らない人が多いね。ここが日本人にとって一番問題と以前お話しました。そもそもこれは日本の創作物だと思われているということですね。知らない人のために説明すると、過去10年ほどのアニメやゲームのローカライズは壊滅的で、ローカライザーはしばしばセリフをひどく誤訳している。またオリジナルの日本語にはなかった政治的な内容を挿入することも少なくはない。さらに最近ではローカライズによってジェンダー用語が完全に削除されることさえある。さらに悪いことに、クロノクロスのリマスターのように日本語版でさえこのような変更を含むことがある。このような変更は欧米の影響を受けたフェミニズムの台頭の結果であることは間違いなく、女性キャラ
ラクターに向けられた不快な表現は削除される。まあこれに関してはね、時代というのもありますから、日本でもね、昭和のアニメはすでにそのまま放送できないんじゃないかなと思いますが、これはやっぱり度合いの問題になるんでしょうね。おそらく2015年に制作されたアニメ、プリズンスクールの英語版ローカライズから始めるのがベストだろう。このセリフはファニメーションの脚本家、これね、ファニメーションってたくさん出てくるんですよね。このセリフはファニメーションの脚本家、タイソン・ラインハートが考えたと言われている。それがね、こちらで別途記事になっております。ファニメーションのプリズンスクール第7話の吹き替え版に挿入された戦闘的なゲーマーゲートへの言及はネット上で怒りを買い、同社からの回答を促した。ということでですね、こちらゲーマーゲートとありますね。こちらが本日のキーワードになります。で、本日はですね、用語の解説になります。こちらですね、日本語にもウィキがあります。ゲーマーゲート集団嫌がらせ事件は、女性嫌悪的なオンラインハラスメント運動であり、ゲーム内のフェミニズムや多様性、進歩主義に対する右翼の反発である。ゲーマーゲート論争、ゲーマーゲート騒動とも呼ぶ。でですね、こちら、フォーゲーマーの方でも、こちらね、ライターの奥谷さんでしょうか。この方がね、書いてらっしゃる記事というのがとてもわかりやすいので、こちらね、概要欄にリンク貼っておきますので、よかったら読んでください。日本語なんでね。このゲーマーゲート問題は、偏見や女性差別、さらにはハラスメントや脅迫、果ては、禁予告まで様々な出来事を含んでおり、簡単に説明するのは難しいが、大きく分ければ2つのことに集約できそうだ。それは、ゲーム業界でのフェミニズム運動と過剰な抗議、そして、ゲームジャーナリズムとゲーム業界の癒着疑惑と、それに対する批判、である。そしてね、日本人でもね、このアニータさん、ご存知の方多いんじゃないかなと思います。こちらにもありますが、フェミニズム運動の活動家ということで、この方が関わるゲームというのが、ことごとくポリコレ色に染められてしまうということで、これに反対する壮絶な、そして行き過ぎた抗議というのがあったというんですね。これ以外にもですね、女性のゲーム開発者に対しての嫌がらせや、ゲームメディアの腐敗など、様々な事件やスキャンダル、これをひっくるめてね、ゲーマーゲートと呼んでいるわけですね。で、もうね、皆さんお気づきかと思いますが、海外のこのアニメ業界にいる人たちにとっては、つまりこのゲーマーゲートというのは自分たちに対しての批判、カウンターとなりますので、シンプルに敵なわけですよね。そして、その主義主張をキャラクターに代わりに喋らせているというんです。目上には敬語使いなさいよ。Are you one of those dumbass Gamergate creep shows? で、これだけだったらですよ。あのセリフを喋らせる際に、ゲーマーゲートという話題を取り込むことによって、英語圏の人間にとって分かりやすく伝わると思っていたって言うんだったらいいと思うんですよ。これでもね。なんですが、実情はね、全く違かったというんですね。このセリフは、ファニメーションの脚本家、タイソン・ラインハートが考えたもので、彼は自身のツイッターでこの事件に関してかなり皮肉な立場を取っている。そしてね、言ったセリフがこちらですね。ゲームの中で女性に対する暴言が許されると思うなら、僕の脚本が君らを怒らせることができて、嬉しいです。これすごいのがね、これハッシュタグプリズンスクールになってるんですね。そしてこちら見てください。 It was just one line, you nerds. こんなのたかが一行じゃないかオタクどもと。ということでですね、あの翻訳というのはストーリーを語る上で最善と思っていたわけではなくって、このゲーマーゲートに対する彼の主張を盛り込んだだけだったというのを彼自身がここで言っちゃってるんですね。つまり自分の主義主張というのをキャラクターに喋らせてるだけなんですよ。ここが大きな問題ということですよね。でね、この一行だから一行だからというのはよく出てくるフレーズなんですね。あのジェイミー・マーチさんもね、同じようなこと言ってましたね。たった一行の翻訳でこんなに責められてるんだというようなことを言っておりましたが、こんなコメントをいただきました。パピーキリンさん、樽いっぱいのワインの中にゲリベン、あ、ちょっとお食事中の方すいませんね。ゲリベンをスプーン一さじ分加えた人間が、なぜワインの消費者たちに褒められると思っているのか。統計的には、樽いっぱいのゲリベンだぞ。皆さん、天才がいました、ここに。これをね、毒と言わないあたりが、このね、パピーキリンさんの冴え渡る文才ですね。もう一さじ分入ってるだけで売り物になってないんだよと。これはその通りだなぁ。ですので、海外のニキたちね、ローカライザーの皆さん、これたったの一行じゃないかというのが口癖のようですので、その時はね、ぜひ、このパピーキリンさんのこのフレーズ、使っていただきたいと思います。こちらね、以前も見ましたね。たびたび話題に上がる小林さんちのメイドラゴンと。これね、やっぱりコメントでは、このね、小林さんちのメイドラゴンというのは、京アニの作品なんですよね。そこに対して、ね、京アニといえばね、ああいった事件がありましたから、そういった作品に泥を塗るとは何事かというように思われている方はいらっしゃったようですね。こちらはね、ゼルダですね。マモは私が発明した、私の店でしか使えない通貨でございます。そしてですね、まあ本来こうあるべきだよという翻訳がここにあるんですが、実際はですね、このようになっておりまして、もうね、何を言っているかわかりません。ここね、ハテナハテナになってますね。まあ、任天堂ですらこういうのがあるということですね。ファイアーエンブレムフェイトはローカライズの手抜きで悪名高いです。ということでね、こちらすごいですよ。日本とね、アメリカとあります。日本はですね、こちら見てください。こんなにね、喋ってるんですね。ずらーっとありますが、これだけのセリフがありますと。なんとですね、これがアメリカになりますと、てん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 、てん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 、てん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 。てん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 で何も喋らないというね、こんなことがあるんですね。どうしちゃったんでしょうか。めんどくさくなっちゃったんでしょうか。もう翻訳すらしていないと。
ソニーの必要な検閲の背後にあるもう一つの重要な前兆と説明は、広報担当者が同社が未成年と思われるキャラクターが描かれた内容のゲームに対する検閲を強化するように促したのは MeToo 運動の高まりだと説明した。ウォールストリートジャーナル紙の記事によると、ソニーは未成年の描写のあるゲームに対して規制を設けており、広報担当者は MeToo 運動の高まりがより厳しい観光の原因の一つであることを認めている。日米欧の開発者十数人にインタビューをしたようだが、そのうちの何人かはこの新しいルールが創造性を阻害する可能性があると述べていた。彼らはソニーとの守秘義務契約のため、またはこのような暴露によってソニーとの今後のビジネスに影響が出ることを恐れて、記事中での名前を明かさないことを希望した。つまり開発者の中でもこれに対しては反対の意見があると。米国のソニー関係者は外部の開発者からの反対意見を知っていると認めたが、世界がどのように変わったかを受け入れてほしいと述べた。この方針は MeToo 運動をきっかけに突然導入されたものなので、ガイドラインのようなものはありませんとオフィシャルは述べている。ファニメーションが引き起こしたもう一つの不条理は、アニメ変好きフルネーム可愛ければ変態でも好きになってくれますか、これタイトルですね、の英語字幕を変更し、ロリコンという言葉が小児性愛者に変えられているということでね、それがこちらですね。まあ、字幕になりますが、ここセリフではね、ロリコンというセリフなんでしょう。それがね、ここ小児性愛者に変えられていると。ファニメーションは美少年探偵団、転生したら剣でした、4人はそれぞれ嘘をつくの英語字幕版でこれを続け、ダークギャザリングではこれすごいですよ、問題のある年齢差に変えていると。ロリコンギルマスお気に入りのガキなんてよ、ロリコン扱いされるかも。著名な翻訳者たちはロリコンを小児性愛者と訳すのは危険であると述べている。こちらね、そのスクリーンショットの画面になりますんで、ちょっと触れませんが訳しますね。ロリコンという日本語を英語に翻訳することは比較的簡単です。ほとんどの日本のフィクションの文脈ではロリコンは可愛い若い女の子が好きな人となります。日本のフィクションではロリコンは通常強いネガティブな意味合いを持っていません。ウィキペディアでもロリコンを小児性愛に翻訳することが非常に見当違いで危険であることを指摘しています。ということで、それがねこのウィキペディアなんですが、これなんと英語でね、このロリコンというこちらのページがあるんですね。だから本来であれば、例えばね、戦隊とか怪獣とかこういった日本語というのはそのまま英語圏で通用するんですよね。ですのでこれもね、アニメを見ているのはアニメのファンですから通用すると思うんですよね。このまま使えばいいんじゃないかなと思いますが、これがね、あの業界の思想とは異なるというのは明白なんじゃないかなと思います。このロリコンというのはですね、病気化のように訳されているというわけなんですね。そしてその思想というのがですね、よくわかる記事というのがこちらにありまして、現地のアニメ翻訳者がセクシーな女性キャラクターで男性にアピールする漫画は性差別的だと語る。ということで、ここで出てくるのがですね、カトリーナさんなんですね。ヤングジャンプで漫画を追いかけるのが嫌だったのはこれが原因だ。迷子、ビキニ姿のセクシーな女性が表紙を飾り、中身はセクシーな写真と宣伝している。90% が漫画、10% がグラビアで、ターゲットは10代から20代。とてもグロくて性差別的だ。つまりね、ここからわかるのは、なんでしょう、こう、日本でもありませんか？献血のあれに文句を言ってみたり、いろいろなところでアニメのキャンセルを煽るような人たちっていますよね。これね、同じなんですよ。つまり、日本のね、ああいった層の人たちが、アニメ業界の中に入り込んでしまっているというのが、今の海外のアニメ業界の現状ということですよね。そしてこういった検閲や変更を繰り返していると、まあ、そういうわけなんですね。ちなみにですね、こちらカトリーナさんはここにねセガとあります。こちらねファニメーションも入っておりますが、どうもね単発で仕事を請け負ってるというよりもセガのローカライズチームにいるんじゃないでしょうか。なんかね仕事の内容を見てるとね、こちらにもありますね、なんかそんな感じするんですよね。これもそうですね、私はペルソナ3リロードのローカリゼーションエンジニアでしたと。これは確かまだ発売されてない、これからね発売されるタイトルなんじゃないかなと思いますが、これ面白い。ペルソナ3リロードのセリフはこのようになります。日本にもっと移民を受け入れなければならない。これらの影はあくまで気で邪悪かもしれないが、少なくとも人種差別主義者ではないね。ペルソナファンが嘆いてると、こちらねオリジナルをプレイしようって言ってますね。そしてね、これすごいですよ。欧米のローカライザーがセブンシーズは常に女性的な男性をトランスジェンダー女性としてローカライズするつもりだったと明らかにし、翻訳者はキャラクターのアイデンティティの変更についてトランスジェンダーの人々に相談したと語る。セブンシーズが英語でリリースした、これはアニメの制作会社ですね、英語でリリースした恋する乙女の作り方で、女性的な男性であるヒューラをトランスジェンダーの女の子に入れ替えたことに対する大規模な反発に直面し、ローカライザーはこの露骨な行為を認めた。この変更は最初から計画されており、それぞれの翻訳者がトランスジェンダーの人々と相談して、変更が彼らの経験にできるだけ正確になるようにしたと主張した。で、このね、恋する乙女の作り方というのは、化粧をするのが好きな主人公の男の子が、自分の男友達に化粧のモデルになってもらうんですね。そしてこの化粧をしたところ、美少女になってしまい、恋心を抱いてしまうという、まあ、つまりは BL ものですね。
なんですが、ローカライザーはですね、この化粧をされて美少女になってしまうこの男の子をトランスジェンダーの女の子に変更したというんです。これは6月8日アニメ日暮らしの泣く頃にやアトラスのゲームペルソナ5などで知られる欧米のローカライザーカトリーナがセブンシーズの500に対しての反発を糾弾したことで確信に変わった。彼女はツイッターでこう宣言した。私は翻訳者を知っているが、彼らはこのシリーズについて下調べをして今後の巻を読み、トランスの人々と相談し、可能な限り正確なものになるよう努力している。つまりこの翻訳自体はカトリーナさんが担当しているわけではないけども、担当がカトリーナさんの知り合いだったので、その内情を暴露してしまったというわけなんですね。非常に騒がしいのはごく一部のファンに過ぎず、コミュニティの残りの部分はそうでないことは分かっています。しかしコミュニティの多くが全てが慎重に扱われるよう、私たちがどれほど努力しているかを理解していないことに私は失望しています。私たちは自分のやっていることを愛しています。カトリーナはここで女装する少年をトランスジェンダーの少女に置き換えるというローカライズに対し、批判する者たちをターフとトランスフォビアの真似事をする人々、ターフというのはトランス排除的ラディカルフェミニストというやつで、男性器のあるトランスジェンダーが女性用のスペースに入ることを嫌う人たちのことですね。トイレとかお風呂とかね。そしてもっとマシになれと。日系アジア日本語翻訳者のガド氏はこれに同意しなかった。主人公のヒューラは女の子の服を着ているが、はっきりと自分は男だと言っている。しかし翻訳ではヒューラの恋の相手であるミローはヒューラのことを女性の代名詞で呼んでいる。そのため内容に矛盾が生じてしまっている。はい、ということでね、本日は日本の漫画やアニメ、ゲームたちが海外でどのように翻訳されているか、そのいくつかの例を見てまいりました。皆さんいかがでしたか？今回の動画でこのね、ローカライズ問題を扱う動画は3本目となりますが、なんとなくこの海外のローカライズ事情、その内容がですね、分かってきたんじゃないでしょうか。ちょっと見えてきましたよね。日本にもこういった団体ってありますよね。なんですが日本の場合はですね、アニメ業界の外側から文句を言ってるだけの状態なんですが、海外の場合はああいった層がすでに内側に浸透してしまっているんですね。そして内側から改変と検閲を繰り返していると考えると、日本の皆さんにも分かりやすいんじゃないかなと思います。そして同じく問題なのはこの現状をですね、日本の企業が野放しにしてしまっているということなんですよね。なんだったら今現状でもローカライズのチームに入れて報酬を支払っているわけでしょ。ペルソナだとアトラスですか。アトラスだと今セガサミーですよね。結局ね、こういった大企業がこれをね、主導しちゃってるんですよ。そこがね、やっぱり問題なんじゃないかなと思いますね。現在ですね、こういったことが繰り返されておりまして、公式の信頼が失われ、海賊版にね、人が流れてしまっているという話もあります。それにより不利益を被るのは日本の企業ですから、やっぱりね、日本の企業の責任は大きいんじゃないかなと思いますよね。で、今ね、海外のローカライズの業界はこれがね、許容されてしまっているという空気になっているんですよね。で、この思想を変えるというのは無理だと思います。ですので今後早急にね、こういった人たちがちょっかいを出せないようなシステムを作ってしまうというのが大切なんじゃないかなと思いますが、皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。そして皆さん、ぜひね、日本人としてどのように思うのか、どのように受け止めたのか、ぜひ教えてください。自分翻訳者やってますよとか、作品作ってますなんていう方の意見もね、歓迎ですので、ぜひお願いします。あとね、もろ当事者内部の方いらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。ということで本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録高評価お願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。